谷さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。さて谷さん、2010年がいよいよ始まりましたけど、中小企業の社長さんから最近どんな声をよく聞かれますか？そうなんですよ、私ね、毎日社長さんとばっかりお会いしますでしょ、はい、それでね、ちょっと本当に不況にはもういい加減疲れたわ、社長さんもおっしゃってるんですよね、はい、このままやと皆さんおっしゃるのは先見えない、これを聞きますよね、で不安でいっぱい、はい、でもね、もう新年明けましたでしょう、はい、何かアクションを起こしていきたいんだけど、はい、問題が山積みで焦るばっかり、一体何から手つけたらいいのか分からへんわ、谷さん、なんかいいことない、はい、みたいな、こんなのが多いですよね、はいはい、なるほど、そこで今日はですね、そんな社長さんの声にお答えすべく、社長のお金の熱血教師で有名な税理士の湯浅孝彦先生をお迎えして、カリスマ保険アドバイザーの谷敦人の新春スペシャル対談ということで、不況を突破するために明日から即できる4つのシンプルな行動、年始にスタートダッシュを切るための、不況突破アクションということでテーマで お届けしたいと思います、それでは湯浅先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。湯浅先生は2010年はさ、社長さんにとってどんな年になると考えておられますか？はい、私は2010年、社長さんには、3つですね、抑えていただきたいというふうに考えておりまして、1つ目は不況はまだ、残念ながら続きますよということですね、おそらく景気の回復は来年の2011年からじゃないかなというふうに、見ております。それから2つ目はですね、今日の景気の悪化は一過性のものではないと、構造不況であるということですね。それから3つ目は情報化社会から、知識創造社会への移行が、さらに、進んでいきますよと、著名な経済評論家の方は明治維新とか、戦後とか、今のご時世ですね、例えておられますけれども、まあ、以上3つを、抑えるべきなんじゃないかなというふうに、考えております。はい、それでは早速ですね、不況突破アクションについて、具体的に教えてほしいんですけど、一つ目は一体何でしょうか？はい、一つ目はですね、社長のメンタル力なんですけれども、気合で頑張るというのではなく、何をどう頑張るのか数字で考えようということですね。まあ、このようなご時世になりますと、中小企業の社長さんからよく聞こえてくる言葉っていうのが頑張るということなんですけども、まあ、私はこれほど曖昧で危険な言葉はないんじゃないかなというふうに、見ておりましてですね、なぜなら具体性はないんですけども、なんか分かったような、気に、なりますので、社長さんが現場の社員に対して滝槍根性論でとにかく頑張ろうということで劇を飛ばしてですね、まあ、方針だけは立てられるんですけども、それは得てして、自己満足で終わってしまうということもあるんですね。ですからやはり経営は数字との戦いですので、売上、利益、コスト、資金繰り、税金、経営を取り巻く環境は全て数字でございますので、やはり数字との戦いに挑むにはですね、単なる精神論ではなくて、何をどう頑張るのか、数値化しましょうということがですね、大切なんじゃないかなというふうに考えております。なるほど、さすが会計先生ですね、ね、それは私も社長さんとね、日々お話ししていてね、はい、竹槍精神論一辺倒の方って多いなって思ってたんですよね。私も岩瀬先生の意見に全く同感ですね。はい、まあ、私も税理士、中小企業診断士として15年間にわたる実務経験の中で、社員数30名以下の、小さな会社の数字というのは、つぶさに見てきたんですけれども、会社の決算書はもちろんですね、マーケティング、マネジメントの領域からオーナー経営者の懐の中身に至るまでですね、生々しい、中小企業の数字に、日々、接してきた中で、どのようなアクションをどんな手順で進めていけばですね、数字が良くなるのか、膨大なですね、数字の観察を通じて私が手にしたのはですね、ビジネス数値の因果関係についての、圧倒的な裏付けだったんですね。ですから数字で考えるということの大切さをですね、年始にあたってまず強く意識していただきたいなというふうに思います。なるほど、それではですね、2つ目は一体何でしょうか？はい、それはですね、いざという時に使える埋蔵金が運転資金の2ヶ月分あるか、点検しましょうということですね。埋蔵金ですか、それはどういった意味なんでしょう？はい、埋蔵金というのは、決算書に出てくる会社名義の預金通帳の残高以外の合法的な裏金という意味なんですけれども、
社長さんですね、資金繰りが苦しくなりますとどうしても銀行からの借金に頼ってしまうという傾向があるんですけれども、まあ、ただ私はですね、借金は必ずしも悪ではないと、無借金系は必ずしも美ではなくて、必要悪な存在というふうにはまあ考えてはいるんですけれども、ただ、健全ラインですね、年間売上年商の3分の1以下の、銀行融資というものを私いつも提唱しているんですけれども、まあ、そういったお金は確かに会社名義の預金通帳には入ってくるんですけれども、それ以外の、お金ということでですね、社長個人の資材ですね、プライベートのお金、それから、経営者保険の、解約返礼金、つまり会社の決算書には表現されないお金をどのくらい、持っているのかということなんですね。でまず社長個人の資材なんですけども、私の持論として、社長のお金は会社を守る最後の砦っていうのがあるんですけども、まあ、中小企業の場合会社と社長個人が、別個には、動いていないというですね、側面がありますんで、まあ、月収の3ヶ月分は小金、月収の1年分は中金、月収の3年分は、大金、大金っていう言葉もあるんですけども、社長個人としてストックを持つということはですね、不況突破を考える上で大変、重要なんじゃないかなと。あと経営者保険の解約返礼金については谷さんがプロでいらっしゃるんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり不況になると売り上げが下がってくる会社が多いので、結構そういう時に、まあ、銀行融資をといっても結構難しい部分もありますので、過去にまあ儲かっていた時に、まあ、利益が出た時にですね、その時に無駄に使わず税金も少し節税をしながら保険で賢く節税していた会社は、まあ、今ちょっといろいろお困りになったとしても節税努力を十分にしていなかった会社に比べるとですね、十分な潤沢な資金が自社に留保しているということで、何か事業の展開を始めたりとか、いろいろまた展開を図れるという会社さんがやはり強いですね、この不景気になった時にはね。と言いますと谷さん、何か具体的な例があれば教えていただきたいんですけど、まあ製造業なので私のクライアントさんで過去黒字だった、まあ、もちろん利益が出ていた時にですね、2年分戦えるだけの保険に入られて、まあ、先生おっしゃる埋蔵金を作っていた会社がありまして、そこは売上が今半分に残念ながら落ち込んでいるんですけれども、資金繰りはまあ余裕でですね、まあ、自社にお金がある、埋蔵金が潤沢にあるということで、土俵の真ん中でしっかり次の展開を考えられる会社さんなんかもありますよ。はい、それは私も税理士として、同感でございまして、節税チャンスを 100% 生かしましょうということを常日頃提唱してるんですけれども、まあ、当然脱税は許されませんし、脱税している会社がまあ健全に成長していくということはありえないと思いますけれども、ただ節税はですね、社長の自己防衛術として、大切なんじゃないかなと、不況になると余計にですね、そのことを、感じております。はい、それでは湯浅先生、谷さん、今日はどうもありがとうございました。このスペシャル対談は来週も続きます。どうぞお楽しみに。